ベトナム第二野戦軍はアメリカ陸軍がベトナム戦争中に有した軍団規模のコマンドである。第二野戦軍は第二次世界大戦中にヨーロッパ作戦戦域で活動した第二十二軍団を母体として1966年3月15日に活性化され、その時点でアメリカ陸軍史上最大の軍団級コマンドであった。南ベトナム軍事援助司令部に属し、 ロンリンクに司令部を設置していた。第二野戦軍の担当地域は、ベトナム共和国陸軍が指定する第三軍団戦術区とほぼ同一であった。第三軍団戦術区はサイゴンなど11の省を含む範囲で、後に第三軍管区と解消されている。また1968年のテト構成や1970年のカンボジア作戦にも、 第2野戦軍令下の部隊が参加している。1971年5月2日、撤兵決定を受けて不活性化される。設備及び連絡等の任務は第3地域支援コマンドに引き継がれた。ありがとうございます。